its way out. I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery. はい、こんにちは。クレイジーハネムのリキアです。あゆみです。今回はセネガルのダカールに来て、ダカールです。多分一番の見どころ、ゴレ島に行ってこようと思います。ゴレ島は世界遺産で、まあ、負の世界遺産として知られていて、なんか昔ポルトガル人が最初に見つけて、その後奴隷貿易の拠点になったんです。で今はね、あの もちろん奴隷貿易ってやってないけど、その時の施設がすごい残って、収容施設みたいなのが残ってて、まあそういった歴史とかが学べるようなところもみたいです。セネガルのバスはこうやって、ね、真ん中に、ね、お金払うところがあって、そこの中に人がいるんだけど、そこでお金を払ってチケットをもらうシステムとなっています。なんか知らないおっちゃんがついてきてます。多分ね、なんかチケットをね買わせようとしてるような気がする。あ、ゴレ2 people 2 yeah。 はい、ということでチケット5200セファーなので、まあだいたい1000円ぐらいですね。1人1000円ぐらいでゴレ島までの往復チケットを購入できます。動画だけど。はい、僕の誕生日間違いです。偶然再会しました。行きます。またまた。どうもどうも。ですですです。さあ、ナナの。へえへえへえ。ナナナ。なんか自動ゲートみたいなもんね。近代化だった。はい、これと到着しました。海は10段階中6ぐらいの綺麗さかな。なんだっけ、この前のところ。ゴールドの方が綺麗っちゃ綺麗だな。観光地だから仕方ない。昔その奴隷がね、この一部屋に20人もうみっちりと鎖につながれた状態で収容されたらしいです。はい、じゃあこの今ここの部屋ですね。ここの部屋はその赤ん坊から18歳いかないぐらいまでの子供が主に収容されてた部屋だったらしくて、で、まあ、この狭さで25人ぐらい詰められてたらしいと。でも子供たちに関しては大人と違ってその鎖ではつながれない状態だったらしいです。Thank you.
on its way out.